海外ではどのような状況になってるかってことを考えたとしたら、やっぱり強盗被害にあったり性被害にあったりするっていうケースもいっぱいあるわけですよ、ライドシェアで。子供らが遠足行ったら連れてこられて休憩するメタンガスが爆発を起こしました。爆発事故が起きて2ヶ月経つと、子供たち大阪府内の100万人の子供たちに、あ、この爆発したここでね、ここで休憩付きの万博遠足プレゼント、カジノやった方が盛り上がるって、これはっきり言って終わってる国の発想なんですよ。テレビ新聞であんまりそういうこと伝わらなかったんじゃないですか。まあ全然やってないですよね。僕個人タクシーやってるんですけど、最近なんかライドシェアの話を維新とかがかなりなんか進めてる気がして、で万博もなんか、まあ、ちゃんと立たない状態でもうゴーするみたいな噂を聞いたんですけど、それっていうのはカジノをするっていう目的と、ライドシェアはその外国人を入れて外国人をもっと雇用させるっていう策略というかが入ってるんかなと思ったりするんですけど、であと昨日たまたまプライブビデオ見ててバトルロワイヤルがやってて、あれ全然調べても出てこなかったんですけど、あんな出てくるっていうのはなんか陰謀、山本さんが陥れる陰謀なんかなとか思ったりとか、ちょっとでもイメージを悪くするっていうのも今日ちょっとあの友達と喋ってたんですけど。ありがとうございます。個人事業主の方ですね、個人タクシーをやられてるっていう方から大きく2つ質問いただきました。1つは映画の話、そしてもう1つは、万博絡みの話でタクシーライドシェアの話でございました。じゃまず最後の方から、バトルロワイヤルっていう映画を昨日アマゾンプライムでご覧になった。でそれを見て、あれが放送されるってことは逆に山本のイメージが悪くなるんじゃないかってご心配ですか。あの映画僕好きやったんですけど、今まであの探しても出てこなかったんですよ。ほんで山本太郎さんの僕 YouTube とか最近ずっと見てて、でたまたまその見たらバトルロイヤル出てたんで、もしかしたらそのああいうちょっと過激じゃないですか、そこでちょっとでもイメージを落とそうと思ってやったのではないかなって。ありがとうございます。そこまではちょっと考えすぎかなという感じがします。バトルロワイヤルっていうのは、ある学校のクラスが修学旅行的なものに行って、で途中で拉致されて島の中で殺し合いさせられるんですよ。でクラスメイトの中で生き残れるのはたった一人っていうところ で私は前回の、大会の優勝者みたいな感じで出てきてっていうようなストーリーなんですよね。であの役はむちゃくちゃいい役ですから、逆にあの映画地上波で流してくれたらもっと好感度上がんのになぐらいに思ってますけど、あまりにも内容がえぐいってことで映画館であったり、もしくはそういうケーブル系だったり、そういうような、Amazon プライムだったりでしか見れないという話だと思います。その件に関してはそういう感じです。で、もう一つご質問いただきました、個人タクシーをやられていて、ここに対して新規参入ということが広がっていけば、これかなり厳しい状態になってきますよね。しかも新規参入でタクシーの世界に入ってくるのが一般素人が入ってくるなんてやばい話ですよ。究極はそうなっていくんですよ。そういう規制緩和が行われていくってこと。でも一方でそのような規制緩和によって海外ではどのような状況になってるかってことを考えたとしたら、やっぱり強盗被害にあったり性被害にあったりするっていうケースもいっぱいあるわけですよ、ライドシェアで。それを考えた時、本当にこの国でそういうものを入れていいのかと。タクシーをやっていこうと思ったら厳しい基準にのっとってますよね。ちゃんとした免許を持ってなきゃいけないし、で乗客の安全をしっかりと担保した上で輸送するっていう責任の重い仕事をやっていただいているところに、新規参入、しかも幅広に入ってこれるっていうゴールを目指している、海外でやられているようなライドシェア的なことを国内でやろうとしている、入り口は狭めるかもしれないけれども最終的には広げようとしていることはもうこれ間違いないことなんですよ。そう考えた時にやっぱりここはそれ進めさせちゃダメだっていうのが私たちの考え方です。で、今万博に関してかなりむちゃくちゃなこと多いですよね、例えばメタンガス大爆発みたいな。昔の万博では、岡本太郎が芸術爆発させたわけだけど、今はメタンガスが大爆発するっていうそういう状態なんですね。でそのメタンガス大爆発っていうところに子供たちを遠足で連れていくってむちゃくちゃやなっていう、狂ってるな大人はっていうような世界が今実際にあるってことなんですね。じゃあこの万博は何のためにやるんですか、カジノと関係あるんですかとか、そういう話だと思うんですけれども、そういった問題に対して非常に分かりやすく話してくれる人を今日は連れてまいりました、衆議院議員で一番嫌われておる人です。大石明子です。衆議院議員で一番嫌われてるんですけど、大石明子って言います。ありがとうございます。2015年ぐらいから夢島っていうところで
カジノと万博やったろうみたいな話してて、やったあかんやろっていうのをずっと思ってた職員なんで、いろいろそういう会議を見たりとかやってて、ちょっとマニアな面はあるんですね。で、私は地元でもこのままでんか、大阪万博カジノちょっと待ったと、まあ、こういうチラシを配ったり、代表と万博の、この花区でデモやったりとかしてるんですけど、万博メタンガス爆発しましたって言ってた話ですね。万博のイメージ図です。夢島っていう埋め立て島のとこで、でこれ木の枠ですね。350億円この木のリング、まあ、こういうとこで万博が行われるイメージ図なんですけど、3月末にメタンガス爆発事故が起きたと。でどういうとこで起きたかのご説明しますとね、この木のリングのとこの隣、ここがグリーンワールドコークっていうんですけど、ここのこの赤いとこがメタンガス爆発したんですよ。でこれなんで爆発したかっていうと、ここはメタンガスが出まくる地域なんですね。なんでかっていうと、これはゴミを埋め立ててる島ですから、特にこの夢島一区っていうここが皆さんの生活ゴミを燃やした後の焼却灰とか、まあ、そういうものが埋まってて、まあ、そしたらそれはもう物理的に必ずメタンガスが出ます。去年の夏で1日2トン、だ夏場よく出るかもしれません。で その後も 1.5 トンとか、必ず1日1トン以上のメタンガスがここからは湧いてて、で79本のパイプでガス抜きを今しながら工事をしてるってとこですね。でこれは万博の本会場がここですけど、ここ休憩所なんですよ、子供たちの。だから子供らが遠足行ったら、こことか、まあ、ちょっと他もあるんですけど、ここに半分ぐらいの子が連れてこられて休憩する、そこのここメタンガスが爆発を起こしました。爆発起きたのが3月28日なんですけど、その次の日に万博の責任者ですね、出したのが1枚だけの写真です。これなんで見切れとんねんっていう。普通爆発起きましたって言ったらせめて全貌を出すだろう。この見切れたやつ1枚だけ出しててやばいって、そこで結構市民の人が思って、いやもっと出さなあかんやろって、爆発起きて報告するんやったらって。でもそれを渋り続けて、しゃあないからここの作業員さんが蓋も爆発して壊れてるんですけど、わかんないんですよこの出してきた写真では。だから作業員さんが こっちから撮った写真っていうのを作業員さんが私にくれまして、まあ、その写真がこちらです。まあ、この写真見たら蓋がバーンって、あの地下のピットにメタンガスが溜まって、で溶接工事の火花がちょろんって落ちて、で地下がドッカーンってなったんで、点検口がバーンって壊れて、で他にも穴塞いでた穴がこの赤い蓋がバーンって飛んでみたいな惨状になってて、でこれも隠してたとこなんですけど、コンクリートにひびがいってて、まあ、ここまで分厚いコンクリートの床が入り口クラックがいくっていうのは、もうどんなでかい爆発やったんだというのを専門家 あの建設に詳しい人なんかはみんな言ってますね。そこもだからどのぐらいの規模の相当でかい爆発やっていうのは分かってるんですけど、隠してる。爆発事故が起きて2ヶ月経つと、万博でメタンガス爆発が起きて2ヶ月経つのに写真ペラ1枚出してきて隠匿を図り、そして先ほど山本太郎代表が言いました遠足ですね、子供たち大阪府内の100万人の子供たちに、あこの爆発したここで、ね、休憩してもらおうと、ここで休憩付きの万博遠足プレゼントやってるのが大阪府なんですよ。止めなきゃいけないでしょこれ。ありがとうございます。もともと万博カジノ作るところの下はゴミ処分してた場所やから、メタンガス出放題みたいな、今でも毎日1トン以上が出てるっていう話ですよね。すごい話ですよ。だから万博会場行ってね、メタンガス1トン以上出てるっていうすごい景気のいい場所で、場合によっては爆発まで見れるかもしれないっていうね、行きたないわそんなとこっていう話なんですけどね。ライドシェアの話もおっしゃる通りで、この夢島でもうこんなことなんでやってんのって、これむっちゃ金かかってますからね。大阪市民の方いらっしゃいます、一人5万円ですから、公金使って一人5万円あれ、あそれは5万円っていうのは大人ですか、赤ちゃんも含めですね。もうお年寄りから赤ちゃんまで一人頭5万円が絞り取られた上で、こんなやりたい放題やられてると、はい、そうなんですよ。だからもう大阪市民からしても、おいおい一人5万円も取って、そ作業員さんも言ってますんで、
作業員さんもこれ半年で壊される万博で1人5万円とか取ってやる作業なのこれはみたいな話になってて、でもこんなんなんでやってるかっていうと、おっしゃるような利権ですよね。利権とあとは規制緩和、まあ、これも利権です。一部の資本家だけがその規制緩和で無茶潤う、あなたのおっしゃってるそのライドシェアもその一つだと思ってます。でもこれタクシー業界自体もライドシェアやめてくれやって言ってんのに、この万博を進めるのと並行して特区みたいな形でライドシェアを解禁していこうみたいなことを大阪府の吉村知事がバンバンに進めようとしてて、まあ、それも会議覗いてたらね、タクシー業者さんがいやでも吉村知事とかが進めてるこのライドシェアって GO とか今アプリあるじゃないですか、タクシーのそれちゃんと入れるのとどうちゃうのって言われて、会議がシーンってなって、で答えまま終わったんですよ。まあでもライドシェア進めるってことでみたいな感じなんですよね。だから本当バカらしいし、そういう会議もプロセスとかみんな見えたらいやいらんやろって、ただのタクシーの運転手さん使い捨てだったりギグワーカー増やすだけっていうのはわかるんですけど、まあみんなに便利だし夢があるしみたいな感じでね、ノリで進めていくっていうのを止めなきゃいけないなと思ってます。でもう一つありましたよね、万博というのは何の目的でやられてるんですかってことですけど、これカジノをやるために万博をやってますと。カジノっていうのはこれは民間業者による取り組みじゃないですか、事実上のね、民間のカジノをやる人たちのグループでやっていくっていう民間企業の塊がやっていくのがカジノなんだけど、その人たちのために地下鉄通せないですよね。その人たちのために施設整備整えられないですよね。だからまずは最初に万博っていう箱物をやって、そこで皆さんの公金金をバンバン流し込んで、でしっかりとそこを整備した上でカジノ業者たちもその後入ってくるというか並行してやっていくってことでいいですか。おっしゃる通りです。あの完成図はこれですけどね、カジノは国内のお金を外資と上級国民に流出させる建物ですから、こんな感じで売り上げは皆さんが負けたお金です。これが5000億円ぐらいカジノに入って、で7割が竹中平蔵の顔ですけども、まあ、MGM とかオリックスっていうところに入って、で一部の税金として、この涙のお金が入ってくる、国と税金入ってくるみたいな構図の中で、さすがにこれをこの民間企業の儲けっていうのを公金でやるっていうのはなかなか言いづらいですから、だから万博という国の公共事業をセットもので、このカジノの敷地の隣ですねに持ってくることで、まあ、この人たちと一緒に儲けていこうっていうのが、まあ、このカジノ開発、万博開発、夢島開発ですね、それの本質となります。止めるしかありません。本当にそうなんですよね。でカジノやった方が盛り上がるって、これはっきり言って終わってる国の発想なんですよ。海外でカジノを作りますって言った時に、例えばだけど韓国とかだったら核廃棄物場を作るか核のゴミ捨て場を作るか、それかカジノを作るかの二者択一みたいな状態になってて、カジノが選ばれたとかっていうのは過去もあるわけですね。でどうしてカジノっていうものを作ったら、あまり良くないのかって言ったら、カジノの中で全部終わっちゃうんですよ。遊ぶこともいろんなエンターテインメントが入ったりとか飲食店とかいろんなものがあるから、カジノの中から、カジノの施設の中から外に出ないってことで、これまでの経済活動がこれどん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 空洞化していっちゃうっていう海外の研究もあるんですよね。それを考えた時に大阪より弱っていくでって、ほんまに目立つかもしれんけど、カジノっていう目立つところに行きたがるかもしれんけど、そこで金落ちて食べ物も食べて他にもショーも見れてみたいな、いろんなものがそこにあるわけだから。だって皆さんこれと一緒じゃないですか、いろんなところにイオンができてるでしょ。イオン楽しいですわね、私も嫌いじゃない。でももともとあのようなイオンみたいな大型店舗は日本国内では禁止されてたんですよ、代店法っていうもので、さまざま規制があったんですよ。でもそれを海外からアメリカから圧力かかって、トイザラスとか大きなところ、ロードサイド、そういうような店がバンバンできるようになってって、イオンもでかくなってったわけです。結果どうなりましたかって言ったら、それぞれの街の中にある商店街とかどんどん衰退していくんですよ。どうしてかって言ったら、例えばイオン1個でもう全部足りるわけですよ。全部そこにあるもん、映画まで見れるもん、何でもできるもんって、それのもっと巨大バージョンという部分のエンターテインメント版がカジノっていう形で提供されてしまえば、大阪の中はどん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 これ衰退していくっていうことが、これ想像できなきゃダメなんですよね。テレビ新聞であんまりそういうこと伝わらなかったんじゃないですか。大阪やってましたか。まあ全然やってないですよね。まあやらないんですよ。山本太郎代表ぐらいかな。私たちには消費者としての側面と
生産者労働者としての側面があるという話で、イオンに行く私たちは消費者で、結構まとまってるし便利だよなとか、で自分の近くで飲み屋とかでむっちゃ好きなとこがあって個人経営で、そこはたまに行くけど、まあさっさと駅前で終わらせたい時とか便利だよなみたいなとこで流れてる自分たちも消費者なわけじゃないですか。でもそういう積み重ねの中で自分がこだわってこれ作ってますとか、こだわって仕事してますみたいなのが効率が悪いとかで選ばれないっていうのがどうしてもありますから、そうすると自分がその生産者だったり労働者としての自分としては結局そこがスカスカになっていってしまうよ、こういうことですよね。住民さんがみんなこれやったら、カジノに持ってかれてたら共食い効果って言うんですよ。こういうのカジノで失ったのはこれ地域のお金ですから、だからこの人がこれだけの金を使えなくなるわけですから、共食い効果は当然起きるんです。これはアメリカのある州の調査では、そこの地域経済4割ぐらいダメージが受けると、4割ぐらいその共食い効果があるという試算もあるんですよ。まあそりゃそうですよね。ただでさえお金ないのにこんなんなってしもたら、お金なんか他に使えないじゃないですか。で依存症になってますます使っていくわけですからね、カジノに。ありがとうございます。どっちかって言ったら大きな打ち上げ花火に見えるような、プロジェクトにはバンバンお金が流れていくんですよ。でもそれが例えば半年のスパンであったとしたら、その打ち上げ花火としてお金を大量に使ったものも一部のもののところにしか届かない、回らない。例えばそれ万博ですよ。でカジノみたいなことになったとしても、それは、長期的に見ればそれどんどん共食い、カジノ以外のその周辺の施設はどんどん食われていってしまうという状況がある。だから日本の未来を考えて、大阪の未来を考えて取り組んでいる事業なのかって考えると、これは考えていないと言える事業であるということを、国会でもずっと言い続けてて、維新からもかなり嫌がられてます。で維新のですね、そこそこ上の人に、私この間どっかで会った時に、あの大石さんいうのはどうにかならんかなって言われたんです。どうにかって何する気やって。どうにもなりません。私たちも困ってますっていうことにしておきました、はい、そこで意気投合するのやめてもらっていいですか。まあそのような形でね、ならぬものはならぬと、はい、いうことは最後の一人になったとしても声を上げるでしょう。そういう方が、令和新選組の衆議院議員としてここ大阪で活動をしてくれています。どうかお見知りおきを、そしてどうか一緒に力を合わせて、政治の暴走ってものをあなたと一緒に止めていけたらということの先頭に大阪で立っているのが大石あき子でございました。ありがとうございます。ありがとうございます。